はい、ジュンジーです。ではアイワナクラシック、続きをやっていきましょう。前回拡大ステージをね、無事クリアしてきました。で今回は、あ、そうだ、一回リセットして、そうですね、途中で分岐していたミクロになる、針地帯から攻略していきたいと思います。なんでまずはそこまでいきましょうか。はい、はい、やってきました。ではですね、こっちですね、この左側に進んでいきましょう。そうで、ここも2通りあるんですよね。見た感じ、そう、左に進んでくルートと下から左下に行くルートがありますね。どうしようかな。まあ下からルートにしますか。まずは下から行こう。本当にミクロだな。よし、じゃあ行きましょう。ここをいくつかここでまた分岐しますね、きっと。あ、なんかまたちょっと感覚は違うな、これ。ちょっと ふわっとしてる感じかな。そうですね、なんかメタモッチャの時のミクロとはまたちょっと感覚は違う気がします。若干ふわっとしてる。よし、そしたら上がっていくぞ。ほ、あれ、そこ結構ギリかな。よ、あれ、一回そこ入れればいけると思うんだけどね。よし、来た。で、来れた。よしよしよし。よ、オッケー。よし。そしたら、これ、ルート的には、左から回ってくる気もしますよね。まあ、でも、こっちからどこに繋がってるかわからないんで、とりあえず左行きますね。あれ？あー、ここ、ぐるっと回って出て、上どうやって行くのかなって言っていた、拡大エリアの手前の、そうですね、場所ですよね。まあいっか、とりあえず こう来て上行ける。あ、行けない。これどういうことなんだろう。何か、なんかあるぞこれ。ちょっと行ってみましょう。ほい、そしてお、続いてるかな。なんか落とし穴いつかありそう。大丈夫かな。いけいけいけ、もうちょいもうちょい、よし、左行きます。ほい、あるぞ、一つステージが。では入っていきましょうか。ないよね、こっちはね。よし、じゃあ行きます。おい、ん、タイムトラベル。ミディアム一択なのかな。ちょっと右も行ってみますね。あ、ないか。そしたらタイムトラベル、そうですね、あそこのステージは、まあ、新ステージですよね。あそこは、ミディアム一択ってことですね。よし、じゃあ入っていくぜ。あ、ほい。お、また軽快な BGM になったな。お、これはどう行く。道なりか、下か、下っぽいな。そうですね、なんか変わり目怖い。よし、 OK。 これどういうこと。あ、タッチリセット、タッチ、あー、なんかこれ謎解き系か、多分。そん、なんかこれキット君のところにありますね、照準が合ってますね。なんだろうこれ。まあいっか、取って、これでそこが開くってことじゃないかな。あ、そうですね。で入る。あー、これを繰り返してけってことか。え、このカーソル合ってるの何なんだろう。あ、時間カウントされてる。まあいっか、しっかり丁寧にやっていきましょう。あ、セーブできなくなってる。で入る。 OK。 あー、なるほど、そうか。まあまあ、この辺はまだあれですよね。あ、これは、え、これどうやっていくの。あれ、もうこれいけなくない。いける、なんか仕掛けがある。そうだよね、このスピード。ちょっと待って、これ分からんぞ。どういうことだ。ん、何これ。キッド君がもう一人。あー、なるほど、なんか分身ができて記憶されてるってことか。あ、まあこれはこれですごいですね。なんか他のアイワナでもね、こうやってギミック解いていく、ギミックソースで解いていく仕掛け、まあ同じことですけども、やったことありますね。あ、なるほど。ってことは一回リセットして、
これでしばらく触って、そうですね。で、そろそろかな。で、離れて、やられれば、そうね。で、これで、あ、もう一人。なるほど。OKOKOK。わかりました。そういうことね。でもこれを使うとなると結構難しい気がするな。そんな感じしますね。これは、まあ、まずは、どういう風になるか。で、離れると、あ、なるほど。わかりました。じゃあ、行きましょう。リセットして、上がって、どれぐらいか。よっ。まあ、シュミュレーションしていこう。ここで、あ、でもなんかあの、罠ありそうだな、上の針。関係ないかな。で、取る。戻る。今。まあ、こんなもんかな。で、あ、そうか。で、やられるためか、これは。よし、行きましょう。さあ、登るんだ。まあ、この辺はまだまだですね。多分、本当にチュートリアルみたいな。あ、まあ、こうやってこれから先いっぱいあるけど、やってこうぜ、みたいなね。簡単な、多分、ギミックだと思うんですよね。はい。どけどけい。よし。そしたら、これで。危ない、危ない。あれで当たる前に行かないといけなかったりするかな。うわー、これ。これ、すっごいな。ちょっと、とりあえず、どうなるか。あ、あれ。あ、こっちから行くか。どうなるか。これ何回か記憶できるってことかな。そんな気がしますね。まあとりあえずやっていきましょうか。よし、まずは出すでしょ。でいいか。でやられると。で1人目、今度2人目、よっ、乗せる。でまあちょっと立ってからどけて、ちゃんと記憶してくれるかな。多分そういう仕組みだと思うんですよね。1人、あ、来てる来てる来てる、いるね。2人目いる。あ、すごいな。これどういう仕掛けになってんだろう。そして乗る。まあ、しばらく乗っといた方がいいですか、これは。そうですね。そしてそろそろかな。で3人目のキッド君もやられると。これでいける。1人目はすごいな。なんか状況的にすごい。よし、みんなで協力していけ。よし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 、 OK。 なるほど。こんな調子でいくと結構難しいかもしれないな。はい。次は、あ、これはこれなん、あー、罠。よし。あ、なんか1人来たな。あ、やられるたびにそうなるのか。あ、なるほど。罠を、あ、じゃあここも罠。あ、かわせない罠ってことですね。なるほどね。面白い。これで、このポインターがあってるのは、今、なんていうんですか、動かしてるキット感これだよってことが分かるようにしてるってことですね。そういうことか。で、これも、あ、これ落ちない？帰り落ちるかな。あー、やっぱり。いけいけいけ。よしよしよし。すごいな、これ。みんなで行くっていうね。よし。で、待って待って、この、こいつが取る前に取らないとまずいんじゃない？あ、そうでもない。あ、バトンできる。あれ、ちょっと待って。あ、違う。持ってると当たるってことか。あー、面白いな、これ。あの弾を取ったキッド君に先行かせないといけないから、一回ここで待って、やられてもらったのを取って、やられる。あー、そういうことか。これ限界まで増やしたらどうなるんですかね。もうすごいでしょうね、多分埋め尽くされて、キッド君が。よし。実質体力6みたいなもんですから。だから、やられてもらったのを取ってもらったのをやられたのを取っていくと。すごい連携プレイ。行くぞ、ゴー。うわー、なんかどんどん難しくなってきてるような気がする。でもここは、やばい。いけるか。あ、でもこれさ、これなんもないな。あー、でもここが罠がありそう。あー、うわ、やっぱり。一緒に行かない。あー、そういうか。そういうタイプの難しさね、これ。ちょっと待って。早く来い。早く早く乗って。よし、いいぞ。いけいけいけ。お、いいね、いいね。よし、一回で来れた。オッケー。あ、でもこれちょっと難しいな。これは？これなんで右があるんだろう。あ、
あー、あげてけでしょうね、多分これ。こういうことか。あーってことはこれ多分違うな。だから、あ、別にそんな深く考えなくていいのか。これで終わったら戻ってくるようにしてけば、多分これでタン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 、あ、いけるね、多分いける。よし、これでいきましょう。さあ行くぞ。ただここからはちょっとね、勢いよくいかないといけないから、さあ、さてこっからよ、行くぞ。スピードだからね、スピード。うんと、ブロック上がってきたら、来た、さっさとさっさとさっさと、そう、いい感じいい感じ、よし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 、オッケーオッケーオッケー、ナイス、そういうことよ。これは、まあ、まずはどうなるかですが、なるほど、分かった分かった分かった、思いっきりここで落ちたのを拾ってを繰り返していくんでしょうね、多分。あ、すごいな、考えられてますね。あ、これは面白い。よし、あとはそう、テンポよく行きましょう。これ早く飛びなさい。そうで、私はここで待って、あっ、危ない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 。で、このキッド君が残したのを取って、で、上に上げていく、そういう仕事よ。あの、一人ね、待ち、ちょっとあのよくわからない行動してるキッド君がいるかもしれませんけど、ちょっと今やり方間違えた。これ下降りちゃいけないんだ。だから、そう、今やられたキッド君ね、ここでバトンしてもらったのを2段で限界まで送るから、これをこういう感じでちょっとずつ上げていくんだと思います。そう、まずあの先陣切るキッド君が大事今のちょっと謎キッド君はまあ、あの置いておいて、うん、だからここで取るでしょ。で、上げたのをさらにすくい上げるキッド君がいて、これをさらにすくい、よし、じゃあ次だね、次で取れる。うわー、お、たくさんいる。よし、うーん、これもまたすごいよく考えられてますね、面白いな。この「アイワナクラシック」という作品は、まあ、いろんなギミックがありますね、うん、拡大したり、こうミクロになったり、こういう謎解きがあったり、まあ、本当に謎解きといえば、前々回ですかね、あのなんかこう2つか対になるものを消していくっていうパズルもありましたしね。いや、面白い、いろんなこうアイデアが詰まってる作品ですね。よし、じゃあ次いきます。まだあるかな、ほい。これは、これはどういく、まずは乗ろう。なるほど、わかりました。ちょっとリセットしていきましょう。多分ちょっと感覚ね、1、2、取る、乗る、これで、これでいいかな、多分これでいける。よし、行きましょう。うまくいくかな。そのガチャーンが怖いんで、ガチャーンが、危ね、よし、オッケー。そしてあとはこれ上げてもらえればいいんだ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ああ、よかったよかった、はい、ゴー。次、うわー、なんかこれ長いな。まずはどうなってくるかだな。ん、これは、あ、そこがか。じゃあまずはそこを開ける必要がある。ああ、分かった、これ多分横動く。あれ動かない。ん？下がる。あ、まずは、この人は結構立ってて、この人はっつっちゃいけないけど、キッド君ね。で、そろそろかな。で、こんなもんでいっか。で、まずやられると。で、2人目は、ここを、あ、そうだ、早く行かなきゃ。こうで、しばらく、まあ、待ってよっか。そうね、しばらく待って、まあ、そろそろかな、でやられると。で、3人目、
ここで待機して、落ちてくるブロックこいつを、うまく使っていく。そうね。で乗る、これが大事。でそうだね、最後の一人のキッド君があれを取って、あ待って、取っ、ああれ違う違うか、これ取って帰ってこれないよね。またバトンしてくしかないか。まあとりあえず行こう。まあ、他には上のあの落とす順番を変えるっていう手もあるかもしれないかな。まあいっか、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、これで行こう。よし、まずそこ。これ取れるかな、そもそもして。奪い合っていくな。ちょっとこれ多分失敗してるな。ちょっとやり方本来は違うと思いますが、なんとかリカバリできないか頑張ります。あーこれダメだ、ちょっとやり直します。もう一回ちょっとやり直す。これは多分、違う、最初が違う。よし、ちょっともう一回やろう。こうしてこんな感じかな。そうね、取って、あ、いけるね、いける。よし、オッケー。さて決めるぜ。ちょっとですね、謎詞がいくつかありますけども、まあ気にせず行きましょう。そこを、そう、下ろしてもらったのを取る。これまた考えられてて面白い。多分いける、いける、いける。よし、来た来た来た、オッケー、ゴー。これまたちょっとまずは周りの様子を見ていこうか。これは、ああ、うわー、なんかこれまたむずそう。これは上に上がるタイプ、違う、これが下がる。そうか、毒と上がるか。まあ、まずはあの上にキッド君を、そうですね、上げることから始めていこうか。で上げるでしょう。まあとりあえずこれで一回やられよう。どういう風になるか。あー、なんかいろいろありそうだなこれ。まあいっか。そしてあげる。で、あ、うわ、罠、罠キッド君も必要。しかしよくこう覚えるって仕組みすごいな。そうで、かかってもらって、これは、あ、そこが開くのか。あ、じゃあこれしばらく乗ってた方がいいですね。あ、分かった分かった、なるほど、分かりました。次がどうかな。ここを タイミングですよね。ブロックを上げる人がいる。そしたら今、そう、これで、あ、これでいい、これで多分いけると思います。さ、よし、最後の最後の望みを託したキッド君いくぞ。だから、こう頭使うのはなかなかね。乗って、あ、待って、あそこ罠ありそう、ありそう、あ、やっぱある。あ、でもそのなんかの玉の下の2つの下向いてる針もね、なんか飛んできそうなんだよな、ほんと。まあ、とりあえずいっか、それやってみてって感じで。よし、頼むよ。 OKOKOK、 よし、 OKOKOK。 待ってよ、その最後の大丈夫これ、うっそ、あー、やってくれますな。でかかってくれて、もうこの最後の私が今あの操作してるキットか、もう美味しいとこ取ってく用のキットくんですからね。あ、待って待って、そうそうそう、でかかってもらったのを取って出ると。よし、続くね。これは、これは、なるほど、わかりました。ちょっと、まあどういう反応してくるかやってかないとわかんないなこれ。よし、リセット、まずは動かす。
1,2,3,4 あれを飛び越すことはできるかな。あ、できないか。だからこれで乗ってもらうんだよね。まず乗るキッド君が1人、うん、これでまずはどういうなんていうんですかね、パターンになるかをやりたい。そうね、上には上がれないから、やっぱりくぐってくので2人目ですね。だからここで入ってまずあそこに乗る、そしてどう動くか。分かった分かった、乗りますよ。ほい、あそこが開く。あー、なるほど。だとしたらここで待機して、あ、そうか、やられてくれないといけないんだよね、ここで待機してるから。だからそう、乗って左のキッド君がやられた後に登ってってここに乗る。待ってね、これさ、でもちょっと待ってよ、ここは、あ、そこ開くよね。あー、なるほど、分かった分かった分かった。この下くぐってちょっとシミュレーションね、入って歩いてって、そこに乗ったタイミングでこのキットがまずはやられるですね。で次2人目、でこのキット君は結構この右側の壁に乗らない、あ、壁じゃないわ、装置に乗っておかないといけないんですよね。2回このなんていうんですかね、この押して戻ってくるバーを動かさないといけない。まずは乗る、そうで上に行くよね、キット君が。まあいいか、とりあえずこんな感じで、しばらく乗っておいてですね。よし、そろそろでやられて、今度このキット君は上に上がってあそこ押すんですけど、そうだね、押すんだけど、まあ一回押してて、で押す、しばらく押してる、これも、うん、まあ、こんな状態をしばらく作ると。そうですね、多分合ってるよね。はい、まあこれぐらい乗ってやられます。そしてまだまだこのキット、あ、なんか罠ありそうだな。このキット君はそうね、上に上がった後にもう一回ここに乗んないといけないんですよね。そう、そこの隙間を開けるために、これがまたよく考えられててすごいな。そうで、ここで上がったらまた乗る。よし、これでいい。で次のキット君がこれが下がった時にも一気に取り行く。そうね、ガーッと行って、そうね、取って待機して、待機して、で引っ込ませてゴール。よし、 OK。 あ、最後気持ちよく2人で一緒に針に当たりましたね。よし、じゃあ次でいけるかな、この回でいけそう。よし、また今更ですけども、この動かせるキット君、こうね、カーソルが合ってるっていうのもありますけども、リボンがついてますね、うん、他のついてない、その違いもあるのか。よし、 OK。 であとは、そう、いやー、すごいな、うまくいけよ、頼むよ。そして罠はでもない。あー、でもなんかそこ上がってきそうだな。まあでも上がってきても別にいいか。よし、この辺ね。あ、びっくりした、おっかないな、もういける、オッケーオッケー。よし、ゴール。あー、まだ続きますね。そしたらちょっと時間的に今回はここまでにしたいと思いますまた急に頭を使うステージになりましたから、またちょっとそうね、うん、あまりこう、そう、ちょっとね、無言モードになりかけていますけどもね、うん、まあ、この辺もまたいろいろと考えていかないといけない場所じゃないかなと思うので、このまま、まあ難易度は上がりつつもね、多分ボスもいると思うんで、ボスまで進めていきたいかなと思います。なんかコメントによると、まあボスラッシュっていうのがあるらしいので、ボスは比較的弱めに作られてるようですから、やはり鬼門は道中ですよね。そこをなんとか突破するっていうところをこうね、頑張っていきたいかなと思います。じゃあ次回ここから先ですね。よーし、やっていくぞ。はい、では皆さん、ご視聴どうも
ありがとうございました。